皆さんこんにちは、ジョセフ・クラフトです。今回は金融危機とドル円動向パート2についてお話ししたいと思います。前週にですね、ドイツ銀行への不安とか金融危機への懸念が高まっていたわけですけども、レポートでも紹介したように、銀行危機は沈静化する、ドイツ銀行はクレディ・スイスとは違うということを申し上げて、まあ、そこから1週間経ってですね、ここのチャートで見れるようにビックス指数、いわゆる S&P 恐怖指数ですけども、これが急速に低下してきていると。指数が高まるということは、それだけ不安定な状況、株の乱高下が高い、市場のセンチメントが悪化していることを示すんですけども、ここで見えるように3月10日を受けて、まあ、26号への高値をつけた後、徐々に下がってきて、現在 18.7 と、11月30日に、ダウジョーンズが 34,589 をつけた時以来のに近い水準まで、低下してきたと。まあ、この1週間米株も1000ポイント以上反発していることからも、金融危機への不安がかなり払拭されているということが伺えます。そこでいつもご紹介している FF インプライドレート、まあ、市場の政策金利見通しなんですけども、3月24日時点、この時はですね、政策金利が 4.86、 つまりもう利上げはない。そしてですね、2024年の1月には 3.73 まで下がる、つまり4回の利下げが起こると。それも最初の利下げは7月に起きると。まあ、私から見れば極めて非現実的な政策金利見通しということを、まあ、先週のレポートでも動画でもご紹介したんですけど、それから1週間経ってですね、3月31日時点では 4.96、 つまり利上げが1回あるかないか、そして24年の1月には 4.17%、 つまり3回の利下げに上方修正されるというところまで、来たわけですけども、これでも私は過度な利下げ期待、楽観的な見通しだというふうに思っております。ちなみに上の黒の点線が3月の FOMC が見せた見通し、 5.125% まで上がって、つまり利上げがあと1回ないし2回、そして年内は利下げがないという見通しから比べてもですね、依然乖離が大きいと。 FOMC での会見のパウエル議長は、あと 1,2 回の利上げ、そして当面の利下げはないと言及しているわけですから、おそらくこの市場の政策金利見通しが今後もですね、上方修正されていくというふうに見ております。そしてその都度ですね、上方修正されるにつれて、ドル高円売り圧力も高まっていると。前回の動画では130円台だったんですけど、これが今133円まで来てということですので、さらにこの見通しが情報修正されればドル高になってくると。まあ、そこで一つの今週のポイントというのは、今週あった ISM 指数とかですね、で最大の注目は金曜日の雇用統計、これがどこまで強いとまた利上げ観測が高まり、弱いと市場の利下げ期待に拍車をかけるということなんで、まあ、今週はむしろデータ重視ということになろうかと思いますけども、多少弱いデータが出たとしても、 FOMC は金融危機の沈静化とともに、むしろインフレ抑止を重視するということからですね、利上げはあと 1,2 回、そして利下げはないという見通しは全く変わらないということなんで、どちらかというと円安基調を見ていくというふうに考えております。じゃあ金融危機は全くもう終わったのかということなんですけど、以前から申し上げていることは、銀行セクターが問題ではないということですね。ただですね、リスクはノンバンクセクターにあると。ヘッジファンドですとかプライベートエクイティ、つまり規制が緩い、そして開示があまりなされてない、透明性の低い投資がどういうふうになっているのかよくわからない。
こういったセクターに大きな歪みあるいはショックがあると、また新たな金融圧力危機が生じかねない。したがって目先の銀行危機というのは沈静化したけども、依然このノンバンクセクターのリスクというのはですね、すぐに生じることはないと思うんですが、常に念頭に置いといた方がいいというふうに紹介させていただきます。以上、今日は金融危機とドル円動向パート2についてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。